ノースフィールド、マナーハウスは、イングランド中部バーミンガム郊外のノースフィールドにあるマナーハウス。かつて、ジョージ・キャドバリーとその妻、エリザベスの邸宅であった。その後、キャドバリー家はこの邸宅をバーミンガム大学に寄贈したため、近年まで大学の施設として使用されていた。現在も、同大学が所有している。このマナーハウスの場所には、 元々ジャーボワーズ家が所有するノースフィールドの荘園の一部として1750年頃には農場の建物があったことが記録されている。1809年にロンドンの商人であったダニエル・レッザムがこの屋敷を購入した。このレッザムがすでに存在していた建物に様々な造改築を加え現在の母屋の形態を作り上げたと考えられている。 ジョージ・キャドバリーは1890年にこの邸宅を購入し、1894年にはバーミンガム郊外のセディー・オークにあったウッドブルックの邸宅から当地へ移り住んだ。キャドバリー夫妻はジョージが没した1922年まで当地で共に暮らし、未亡人となったエリザベスもそのまま1951年に93歳で死去するまでここに住んでいた。建物は その後、コランド W ホビスの手で学料に改装され、さらにム棟された。建築様式としては、チューダー様式の石とレンガを中心にしつつ、木材によるフレーミング工法を取り入れており、突き出したポーチと湾曲したデマドは、初期のキャドバリー社の工場建築を設計した常時、ガットの設計による可能性が高い。内装は、はめ板や彫刻装飾類を多用した、 ジャコビアン様式によっている。この建物は地元ではグレードへの保存建築とされており、重要文化財建築物としての登録申請が行われたこともあったが、2010年にイングリッシュヘリテッジによって、この申請は却下された。ありがとうございます。